突き入ってさ、揚げ足取って言ってる、クソみたいな人間だなって思うと、ヘドが出ますね。ヘドが。気持ち悪いね、本当に。じゃあ行きますか。ふわっち、大炎上、ニュースです。よろしくお願いします。まず一つ目のニュースは、ふわっち、社会的ニュースです。なんと社会に、こんな事件があったそうです。それがこれですね。それを言える立場にない？言える立場はあるでしょう。ないわけないでしょ。全然言えるね。これですね。怖いね、これね。東京の梅毒感染者が2400人超超えと、過去最多ペースで増加。内訳は男性7割、女性3割。無料匿名の検査相談室を新宿や多摩地域に設置ということでね、梅毒がね、流行っているそうです。2400人超えだって。もうね、ブロック入れますね。ちょっとしつこいんで。ゴミちょっと削除しとくわ。炎上ニュースは炎上ニュースってやってくださいね。もう関係ない話やめてね。こうなってるわけですよ。怖いね、これね、梅毒。どないなってるんだよ、これ。これか。今年の都内の梅毒感染者の報告は、9月1日までの速報値で2460件に上り、過去最多だった去年の3701件とほぼ同じ水準で増え続けていますと。感染者の内訳は男性が7割、女性が3割。年代別では男性は20代から50代、女性は20代増加が目立っていると。感染者の中にはパートナーが特定できているので大丈夫と思っていた人や、感染してから数年間気づかなかったケースも見られ、梅毒は身近にある疾患だと言えます。ということで、男性7割、女性3割が、梅毒者だったということですね。男性が多いね、やっぱり。ね、やりたがりだから。しかも数年でようやく気づいて梅毒みたいなケースもあるそうです。だから、俺大丈夫だと思ってる方、一回検査した方がいいかもしんない。潜伏する可能性があるからね、梅毒は。だから、女を買ってたりとか、ね。そういうことをしてる人は、行った方がいいかもしんないね。俺は女を買ったりはしないからね。そんな、気色悪いことしないよ。女を買ったりね。なんて言うんだろう。大久保公園でとかさ、ね。そういうことはしません。治るなら大丈夫じゃないの？彼女がいるのに女を買うわけないだろ、そんな気色悪いことさ。ね、一人の女しか愛さないよ、悪いけれど。もしかして女買ってるの？彼女いるのに気色悪いね。お前みたいなやつは死ねばいいんだよ。一人の女を愛せないんだったら。俺は愛せるね。まさしく。ひどいことを言うな。ひどいことを言うでしょ。一人の女も愛せない奴が何を愛せるんだよ。なので、浮気はしないことが大事ですよ。社長は別れてるから、もうね、関係ないよ。暇は持てる？まあでも、浮気もさ、俺はしないけど、浮気も、まあ、成長する過程で大事なことかもしれないね。ちょっと考え方が、ちょっと偏りすぎてた。まあ浮気もいいと思うよ。そこで、ね、
彼女と強くなっていくっていうのもありなんじゃない？俺はしないけどね。エリさん、パル、ちょっと落ち着け。うわー、荒ぶってますね、俺多分ね。うわー、15,000円アイテム来たー。君が、今日のアラブ石油ダイハツ。今夜、君がトップワン。君がいなきゃ、キン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 
ね、俺。すいません、荒ぶってて。いや、嬉しいわ。エイジさんね、来てくれて投げてくれるんだよ、高い相手も。反省します。多分、いろんなリスナーさんに叩かれてるから、頭の中カッカしてるんだろうね。だから、まあ、ちょっと、荒ぶったこと言っちゃうというか、いや、すいません、本当に。あ、ここね、もう、出るから言うけど、横浜のね、リゾートホテル。アパホテルのリゾート。6000円。めちゃくちゃ安いからね。温泉もついてて、4階にはファミリーマートもついてるからね。エステもついてて、もうすごいよ。6000円でこんな設備が整ったホテルはなかなか泊まれないよ。うん、6000円ね、6000円。めちゃくちゃ安いんだから。6000円で安いんだ？あのね、東京の、新宿とか行ったら1万2000円だよ。一泊。平日。6000円っていうのはホテルで最安値だと思うよ。本当に安いと思う。なんで横浜なの？いや、横浜で降りたから。だからホテル取ったんだよ。じゃあ次のニュースいきますね。はい。次が、うわぁ、こんな気持ち悪い事件があったそうです。逮捕を受ける。なんでこんなことするの？なんとですね、こんな事件があったそうです。気持ち悪いね。変なものがかけられている女性が住む賃貸住宅の玄関ドアに体液をかけて、ね、汚損させた疑い。38歳の男を逮捕と、新潟県。なので玄関のドアの前に男性が立って自分の体液をかけているとこを彼女がね、女性が目撃したと。で、もう、器物破損ということでね、もうドアとか修理して直したそうです。その結果、まあ、38歳の男、器物破損で逮捕されたということですね。はい、もしもし。あ、2時延長で。はい、お願いします。了解です。はーい。2時まで延長しました。体液って何？精子だね。射精したね、白い液体を玄関にひっつけたってこと。だから女の子が好きすぎて、ね、一緒にいることを感じたかったんだろうね。だからドアの側面に体液をかけたってことだよ。まあ普通に気持ち悪いっちゃ気持ち悪いけど、ね、愛があってね、気合入っててすごいなと思いました、俺は。やられたか、あれ？たまったもんじゃないけど。こんなできる男いないよ。愛してたんだね。気持ち悪いけど、気合入ってていい男だよ。こんなことできないよね。でも気持ち悪い？あ、そう。まあ、キモいけど、まあ、男として、これが女だったら男は変わるよ。ね。38歳の女性が自分の体液を玄関にかけたら嬉しいんじゃない？男は。ね。嬉しいだろ？なんでドアなんだよ？だから、
あれじゃないですか？近づけないし喋れないコミュ障だから。じゃあどうやったら愛情表現できるのか歪んでしまったんでしょうね。玄関のドアに、まあ欲求も含めてね、愛を記したかったんじゃないでしょうか。だと思いますよ。多分毎回ね、隣の家の人らしいんだけど、そうだったかな、隣の家だったか忘れちゃったけど、毎回見かけるからその玄関の前にやっちゃうんじゃないですか。経験者だから詳しいな。まあとりあえずキモいことは確かなんでね、皆さんも愛情表現のね、使い方は間違わないように。はい。昼時やめろよ。すいません。じゃあ次のニュースいきます。あ、次はもうないですね。もう二つだけです。こっからはね、炎上ニュースなんですけど、まあ昨日の分が残っているんで、昨日の分を含めての炎上ニュースさせていただきます。はい。ふわっち、大炎上、ニュースです。よろしくお願いします。まず、昨日の9月9日の炎上ニュースから、これはパッと出してパッと紹介していきますね。ふわっち、大炎上、ニュースです。はい、昨日の分ですね。昨日調べたんですけど、まあちょっと用事があってね、放送ができなかったんですよ。事情があって。はい、だから今回はそれを公開していきたいと思います。どれだっけ？あ、これか。はい、まあ、9月9日に紹介する炎上ニュースのラインナップですね。新やっちょくん緊急復活、金がないため復活と。しかし TikTok のサブアカと本アカで放送していたんですけど、バンになりツイッチへということですね。やっちょくんね、お金がなくて引退していたんですけど、1日限定の復活で乞食放送をしてました。はい、まあちょっとね、その結果ね、なんか発言がいろいろと重たく、サブアカも本アカもバンになってしまったということらしいです。1日限定だったらしいけどね。もうお金がないんだって。で、最近やっちょくんね、おかしいんだよね、人として。だ、心配ですね、そこは。で、次行きますね。次が最後の富士山登山、養分と俺と山田が一緒に登りました。その結果は、まあ、最後にちょっと言いたいと思います。はい。本タイトルなんでね。じゃ、次行きます。次が、ウッキー、秋子ママのお店でビンゴ大会をする予定。なんと、総額30万円の商品、ディズニーランドのチケットなど、それを含めた豪華商品でビンゴ大会することが判明しました。いや、これはね、9月30日に行われるウッキーの一日店長なんですけど、そこに30万円分のラインナップとなっている商品、30万円分が、用意されるそうです。これは行くべきだね。行きたいね、これ。ふわっちを始めて3年目、私事でございますが、9代目タンクトップ1日店長させていただくことになりましたと。当日は皆様に感謝を込めてビンゴ大会開催する予定ですと。遠隔での参加も可能らしいね。はい。で、その参加した人に対して30万円分の、まあ、景品が当たるそうです、ビンゴで。これは、行くっきゃないでしょう。ねえ。行きません？すごいね。楽しそう？楽しそうだよね。
遠隔でどうやってビンゴするんや？わかんない。そこは、まあ、改めて、ね、説明があるんじゃない？ 9 月30日に。あきこママのお店だね。いや、ちょっと予定がなかったら、東京にいたら俺行こうかな。9月30日、ちょうどね、もし東京内にいたら行こうかなと思ってます。まあ多分行かないと思うんだけれど、大阪だと思うからね。餌に釣られる人笑う？餌っていうか30万円分のビンゴ大会って美味しいと思うよ。ねえ。ディズニーランドのチケットとかもらえるんだよ。それ嬉しくない？不正ビンゴ許せねえよ。ビンゴしてないし、不正もしてないわけじゃん。してもないから。ね、適当なこと言うなよ。はい。また誰が骨折させる気か？やめろ、豚。お前には東京行く金がないだろう。はい。まあ、たくさんの意見があると思うんですけれど。まあ、行きたい方はね、行ってね、ウッキーの一日店長祝ってあげてください。じゃあ次のニュースいきます。引退はしません。はい。なんで引退しなきゃいけないんだよ。関係なくてごめん。優香がさ、もう2ヶ月入院してるんだ。でもまだ退院の目処が立たなくて途方に暮れてる。え？あれ、優香にゃんが？え、優香にゃん2ヶ月入院してるの？え？マジっすか？え、なんで？メンヘラの子だからね、OD いっぱいしまくっちゃったのかな。メンタルも弱い子だからね。多分、リスナーさんの誹謗中傷とかじゃない？精神的にやられたとか、そういう系だと思うよ。ゆうかってゆうかにゃんだよ。知らない？あの、可愛い声した萌え声ボイスの子。で、結構ね、ネットで叩かれるんだよ。まあ、配信上は叩かれないんだけど、ね、裏で叩かれたりとかして、そういうの気にする子だと思うんだよね。だそういう、追い詰め方をしているリスナーが多いよね。前は誹謗中傷するなら、パルパルって自分で言ってたのに、話変わったんだね。誹謗中傷するのは俺でしてください。僕全然にしてもらって結構なんで。お前の憶測なんてどうでもいい？俺の枠だから俺の憶測を言ったってどうでもいいってことにならないと思うよ。言わせてほしいね。じゃあ次のニュースいきます。次は何だろう？次がね、これ9月9日の炎上ニュースなんでね。はい。横山みどりの主催、金川奈くんが活躍する、喧嘩を止める、隼人さんというね、あの配信者が、乱入しました。横山みどりさんのね、その主催の組に。そしてミュウツーとハヤトさんが喧嘩をしたと。その時に金川奈くんが止めて、活躍したということらしいです。最近ね、ハヤトっていう名前聞きませんか？はい。ハヤトっていうのはね、いろんな配信者にとつって売名している方なんですよ。この方が、まあ、この、みどりさんのね、なんて言うんだろう、その、まあ、なんかの会でね、あの、勝手にね、呼ばれたものに乱入してきて暴れたそうです。で、ミュウツーがブチギレて追い返したって形ですね。A 版の男、このハヤトさんっていうのはね、あのツイキャスの女性配信者をストーカーしてたりとかして、ちょっと気持ち悪い人間なんだよね。あと、ふわっちともちょっと関連があってね、なんか、いろんな人にストーカーしてる。だから要注意人物として警戒されてますね。外放送する人は気をつけて、もしかすると
そばにハヤトさんという方が現れるかもしれません。逮捕歴ないの？逮捕歴はあるかないかっていうと、わかんないです。ただ、売名の部分では、まあ結構ね、名前だけは先行してて、ね、人気者になってますね。大阪帰らないね、イベント中だから。じゃあ次行きます。次が、野田総理のツイキャスで1000人にアンケートを取った結果ね、妊婦さん死んでほしいが 90% 超えだったそうです。それに対してポンちゃんが口を開けてね、衝撃を受けたということらしいですね。はい。90% で死ねばいいっていうになったらしいね。ひどい話だね。妊婦さんね。妊婦さんはゾックンっていう配信者にね、立ち位置取られちゃってさ、もう見る形もないんで影もね。ショック受けてます、妊婦さんは。はい。よくそんなアンケートを取ったな。まあね、そういう流れがあったんじゃない？まあ、妊婦さんのことは正直、感情的にはみんな俺どうでもいいと思ってると思うんだよね。どうでもいいんだけど、負のマイナスだから、ね、そっち寄りにアンケート取ったんじゃない？ノリみたいな感じで。お前も同じだろ、豚。いや、死んでほしいって？いや、さすがに俺もさ、自爆でさ、パルパル死んでほしい人ってアンケート取って、90% 超えはないよ。さすがに。じゃあちょっとやる？パルパル死んでほしいっていう人、はいね。振りじゃないぞ。死んでほしくないっていう人、いいえ。いいえ、好きね。パルパル死んでほしい、はい。好きだっていう人、いいえで。はいが死んでほしいね。で、好きっていう人、いいえで。振りじゃないからね、本当に。さすがにそんなわけないでしょ。まあ、千人アンケート、千人にするか。あと300人だね、300人。それどれだけのアンケート出るのか楽しみだね。幼稚のアンケートやめたら話の流れとしてのアンケートだからね。しかもさ、俺自身の回答だからいい、良くない別に。あと150人だね。良くない？知らない？良くないだろうが。俺のアンケートなんだから関係なくない？他人に対してやるんだったら、ね、腹黒いけど、自分自身の問題の話なんだから、どうでもよいんだよ、そんなのは。最近口悪いな、豚？いや、口悪いというか、最近コメント欄がひどいんだよ。だから俺もね、優しくしたいんだけどさ、どうしても頭に来ちゃうんだよね。さあ、来るかな？あと71人だね、71人。そのままナイスもしてね、ナイスもね。ナイスボタンもポチポチっと押してってね。もういい、早くしてもらっていい、アンケート。43人。ね。はいが死ねね。で、好きだって人いいえ。じゃあアンケート見ます。はい。うわあ、バカー、中途半端な結果になっちゃった。53% が死ねらしいですね。
ひどいね。こういうやつ地獄を見ると思うよ。まあ、600人ぐらい死ねって思ってるってことね。ひどいよね。死ねってことだよ。ひどすぎる。ああ、好きって言って、ね、押してくれた方ありがとうね。すごい心が綺麗なんだなと思った。でも、さっきの振りだったから、はいでよかったよ。90%超えの死ね、見たかった俺は。もう一回やり直すか？やり直しアンケートするか？でも、そこまで好きっていう人が500人いるってことはもう嬉しいよね、そこは。で、アンケートは500人ぐらいが好きって言ってるのに、内数は500いってないんだよ。わけがわかんないよね。狂ってるぜ。まあそういうことでね、ふわっち、9月9日の分の炎上ニュースでした。はい。じゃあこっからね、ふわっち大炎上ニュースやっていきます。はい。ふわっち、大炎上、ニュースです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。まず一つ目のニュースから。これはびっくりしました。勇者トロさんというオンラインカジノでね、放送していた人が捕まった事件なんですけれど、昨日初公判だったそうです。その結果、起訴内容をすべて認めたそうですね。なんと。東海テレビニュース1。海外のオンラインカジノで、常習的に賭博をした罪に問われている自称 YouTuber の男、今日開かれた初公判で起訴内容を認めましたと。内容としては、こんな感じですね。アシェニキさんの画像をピックアップなんですけど、海外のオンラインカジノで常習的に賭博をした罪に問われている自称 YouTuber の男、9日に開かれた初公判で起訴内容を認めました。岐阜県養老町の自称 YouTuber、石川、なんとか被告32は、おととし5月頃から去年7月にかけて、海外のオンラインカジノにアクセスし、スロットやルーレットなど常習的に賭博した罪に問われていますと。9月に、岐阜地裁大阪支部で開かれた初公判で、石川被告は、起訴内容を認めましたと。石川被告はツイッターで勇者トロと名乗り、賭けをする様子を動画配信していて模様。冒頭陳述でオンラインカジノと契約を結び、配信の報酬として多額の金を受け取っていたことが判明したということらしいです。なんと、実はオンラインカジノ運営とつながっていて、契約してね、報酬をもらっていたことが判明したそうです。だから桜だったってことだね。だから結構、嘘ついて放送してたってことだね。じゃあ勇者トロさんは。ひどいね。勝てると思わせてね。そっから、リスナーさんからね、搾取してたってことだよ。詐欺と変わらないね、これね。報酬多額って書いてるから、まあ100万以上はもらってんじゃない？なんか聞いたことあるわ。
なんかね、オンラインカジノの運営と契約して、報酬としてどう支払えるかっていうと、その勇者トロさんが誘導したオンラインカジノに、同じリスナーさんが契約して、勇者トロさんのリンクからね、そっから勇者トロさん取り分になるらしいよ。要するに、まあリスナーさんが1000万負けたら、まあ1割2割もらえるみたいな。10万、20万もらえるみたいな感じらしいよ。3割、4割なんだ。結構もらえるね、じゃあ。負けた額で。1000万負けたら300、400万もらえるってこと？めちゃめちゃボロい商売だな、じゃあ。これはどうなんだ？これは重たくなるのかな、罪は。こういうことやってたら、どうなんだろうね。あ、商材系だからアウトなんかな。まあでも、起訴内容を認めたってことだから、まあ、常習賭博罪として該当するから、まあ、懲役刑になるのかな。結構重たいからね、賭博は。配信でやっちゃったから。だから配信をやっているオンラインカジノ配信者、ふわっちにもいっぱいいたから、ちょっと怖いよね。誰が見せしめになるのか、ちょっと気になるというか。でもさ、そもそもグレーという状態の部分でみんな身を引いたじゃん。で、ふわっちも謹慎したわけじゃん。でも、勇者トロさんは、グレーから黒になった瞬間にでもずっとやってたから、それでアウトになったんじゃないの。だから、我々はセーフなんじゃない？内閣総理大臣がアウトだって言い出してから黒になったじゃん。ね。そっから我々やってないからね。そっから逮捕者出てないんだよ。黒からやっていた勇者トロさんが捕まってるから、だからそれなんじゃない？我々？だって0番のさ、パソコンとかで、政治と俺と0番でやってたじゃん、一回ね。放送上でやってたじゃん。セーフでしょ。あの、言ってるけど、もしそれで捕まるんだったら、ふわっちの配信は全員捕まるけどね。全員やってるからだって。もうアウトだよ。ということですね。違法賭博はやめましょうって話です。お前だけアウト、なんで俺がアウトなの？意味がわかんないよね。全員は言い過ぎ？じゃあ全員じゃないっていうのは誰が該当するの？言ってみてよ。俺が知ってる限り、もう全員やってるよ。全員やってるよね、大手どころは。養分やってるよ。にわかなんだね。にわか。よしえはやってないだろう。せいじと俺と01で3人でやっただろ、そこは。ねえ、売るなんじゃなくて放送でやってるんだよ。アホなの。配信上の話ね。本当は理解できないバカが多いね。全員つくもやってるよ。本当多いね、バカが。放送でやってるんだって。静香ちゃんやってないよ。そこら辺の雑魚はいいんだよ。ね。サプリ君はガンガンやってたね。怒り具合で。いや、だから雑魚っていうのは、それなりに熱のある人のこと言ってるの。あ、よっさんはしてないんじゃない？お前雑魚やん？俺雑魚なわけないだろ？よっさんしてたっけ？ちょっとわかんない、よっさんやってたかは。まあでも、音カジは気をつけないとね。もうアウトなんで。皆さん気をつけてください。
じゃあ次のニュースいきます。せいちゃんやってないよ。しつこいって、もう本当に。そうですね。もうしつこいんでね。もうそうですね。して返しとくよ。次がね、沼オーディション。女性の方ね、朗報です。有名になりたいな、知名度上げたいなと思ってる女性の方。10月9日に、なんと、有名配信者がオーディションを行うことが判明しました。それはこれですね。これはもう、行くべきだね。これはすごいよ、みどりさんのツイートにて。沼娘オーディション開催。沼ップの女バージョン。10月9日土曜日に行うぞと。条件、容姿は不問。デブや可愛くなくても OK と。未成年は禁止。18歳から80歳。人を楽しませたい気持ちがある人。承認欲求が強く、自己顕示欲の塊みたいな人。第一次面接を得て、必ずライブでアイドルとしてデビューさせますと言った内容です。なんで笑ったかっていうと、ヌマップのみんなが見えるようにね、写真を、ちょっと画角を下げたんだけど、ポンちゃんが映らないんだよね。っていうので笑った。ポンちゃんやっぱちっちゃすぎて映らないわ。で、女性の方が参加可能なんでね、興味がある方はね、応募してみてください。でも、みどりさんの餌食にならないか心配だよね。みどりさんの好みもあるからね。さださんはいないぞ。それはみどりさんの粋なんじゃない？さださんがいないけれど、そこはさださんも沼ップの一員だよっていう思いやりからの写真だと思うよ。初期面だね。そんな感じです。でも、ヌワップのオーディション出て、それで受かったら、暗黒ファミリーに加入だからね。それはもう絶大な人気者になるよね。閲覧10人の女性配信者が一気に閲覧100人になると思う。それぐらいの影響力がある内容だと思うね。だから俺、佐藤さちゃんを、ここに召喚してもいいかなぐらい思ってるよ。行かせようかな、佐藤さちゃん。沼娘に。いや、沼っぽいよ、佐藤さちゃんも。でもちょっと怖いな。みどりさんに近づく人間はみんな亡くなってるからね。そこが心配だよな。みんな死んでるから。そこら辺で死んじゃうのは無理だね。ジンクス？いや、本物だと思うよ。呪われてると思う。次死ぬのは、ね？だって、ロハカさんでしょ？これ。ロハカさんとサダさんは二人も亡くなってるからね。ね。で、R さんとかも亡くなってるし、妖精さんも亡くなってるし、もうみんな亡くなってるよ。関わってる人間。で、みどりさんがどんどん、ね、強くなっているというか、アリキアさんも。ねえ。だから、ニコ生で戦ってきた戦友たちが亡くなってるから、怖いよね。サクラッチーさんとかも、いよいよなんじゃない？もね、彼女さんのサクラッチー。じゃあ、次のニュースいきます。はい。次が、ゲルゲさんですね。はい。ゲルゲさんがね、3日前から赤い発疹が出てるんですよ。で、日に日に、悪化してるんですけれど、こんな感じでね。してたんですけど、この発疹がいよいよ全身に回って、もう真っ赤っかになったそうです。こんな感じ。
これやばいよね。9月10日午前6時、体温 36.3 度。元の肌を探す方が難しくなっている状態と。紹介状ももらえたし、今から総合病院行ってきます。診察結果を報告またしますということです。一応今日ね、診察が出る予定なんだよね。紹介状で書かれた大きな病院行ってね。で、その、結果待ちですね。はい。なんでこんな赤くなるんだろうね。もう4日連続だよ。てか、悪化してるんだよ。ちっちゃな赤い発疹から中盤発疹で、大発疹からもう全身に回る赤い、なんか、赤くなってしまうという。発疹。日光アレルギーとかそんなあるの？わかんない、これは。あ、ピアスアレルギー？金属アレルギーになったってこと？そういうことあるのかな？急に。薬は飲んでるんで、ちなみにアレルギー用の薬は飲んでるんだよ。だから、また違った病気なんじゃない？で、熱は別にないんだよな？何かしらの原因はあると思うけど。佐野さんの呪い？佐野さんそこまでゲレゲさんを恨んでたの？そんなわけないだろ。梅毒はそこまでならないね。赤くならない。診断が出るってなんだよ。あ、診察ね、診断ね。日本語喋ろよ。診断が出ます今日、はい。ゲレゲさんのツイートを要チェックですね。じゃあ次のニュースいきます。次がゆいやさんですね。ゆいやさんの遺骨が、弟さんの方に渡ったそうです。はい、便所太郎さんのツイートにて。で、9月3日で、なんと捜査本部解散となったそうですね。便所太郎さん、ゆいがさんの弟さんと連絡を取り合っている唯一の人間なんですけど、玉川スーツケースの殺人事件の内容として新情報。9月3日、捜査本部は解散と。で、遺族に遺骨を含む殺害された時の服や PC、スマホ等の36点が渡ったそうです。検察庁曰く裁判までは1年以上かかる模様ということらしいですね。長い長いね、まあ裁判になりそうですね。ゆいがさんを殺したのがみくちゃんことね、なんだ、西田だっけ、ちょっと忘れちゃったけど、元カノさんがぶち殺してしまったと。その元カノさんが殺した背景には家族もね、総ゼロイで殺してしまったっていうね、とんでもない事件があったということです。あ、西谷か。あ、西高か、西高。西高舞ちゃんが、ゆいがさんに嫌がらせを受けて、西高舞ちゃんのお父さんが、ゆいがさんを首絞めて殺しちゃったんだよ。ね。手足を、なんか縛ってね。で、睡眠薬も飲ませて、ね。ボロン、ヨロンヨロンになってる時にやっちゃったらしいね。だから、ゆいがさんを殺されたことさえも気づかないまま死んでしまった可能性が高いんで。睡眠薬飲むと、ボロンボロンになるでしょ？ボロンボロン、ヨロンヨロンね。そう、結束バンドで縛られてたやつもあったからね。はい。で、一家全員が関わっていて、で、西高舞さんの彼氏さんも関わっていたと。全員で総出でゆいがさんをぶち殺したんだよ。怖い事件だよね。家族仲良し？そう。だから一番重たいのは親父さんだろうね。親父さんがぶち殺したからね。ただ、西高舞ちゃんも、なんかね、電子の詐欺をやったりとか、リスナーさんにゆいがさんになりすまして金を送金させたりとか、
いろいろとね、詐欺罪とか、あとまあ死体遺棄とかいろいろ噛み合って重たくなるんじゃないかなって言われてる。計画的な殺人事件だからね。だからお母さんがすぐ出てくるんじゃない？まあいいね、まあいい。でまあ捜査本部はもう打ち切ったってことで、もうこれ以上犯人が出ることはないってことですよ。はい。まあ、皆さんね、人に恨まれることはするのはやめましょうね。やられるやつに問題があるだろう？そんなことないね。殺すやつが悪いでしょ。やられてね、ムカつくんだったらね。てかね、俺は殺すのはナンセンスだと思う。苦しめるとするならばね、だるまさんにした方がいいんじゃない？やるなら手と足を切るんだよ。でそいつを生き地獄見せる。死んだら楽じゃん、ね、地獄を見せないと。そんなに恨んでるならだるまさんみたいな形にすればね、しんどくなるでしょ。人生自殺したくてもできないしね、それで。いいと思うけどね、それで。手と足が動かなかったらね。サイコパスというか、俺毎回思うもん。殺して、それでスッキリするのかなって。まあ、家族本人はスッキリしたって言ってるけどね。まあ、後悔がないと言ってるけど。俺はちょっと違うなと思うね。妹子の方が地獄を見ると思うね。中国人は恨みがあるやつの手足を切り落として胴体だけにしてからやり返すらしいよ。さらにやり返すの、やばいね。じゃあ次のニュースいきます。次がね、やっちょくんですね。やっちょくんが藤沢奈々ちゃんと喧嘩した後に自白でとんでもない発言をしていたと。なのでまたね、裁判に不利になるんじゃないかと心配の声が上がっています。内容としては、藤沢奈々ちゃんと喧嘩した時の際にぶん殴って暴行罪になろうと思ったという発言があったそうです。それがツイッターの方でピックアップされて拡散されているということですね。はい。やっちょくん、まあ、そんな発言をしてるため、もしこの動画が裁判官の方に目がね、こう、映ってしまったら、もう反省してないなってことでね、実刑の方にまたさらに近づくんじゃないかと、いうふうに言われてますね。見てんのかな、そういうとこも。チェックしてるのかね。まあ、でも裁判官もさ忙しいから、いちいちネット関連のその内容を全部が全部調べてると思わないからね。やっちゃあんなになんで興奮してるの？だから病気なんで、頭の。最近やっちゃくんおかしいからね。狂ってるんだよね。だからその裁判の日が6月の17日だっけ、近づいてるから、もうなんて言うんだろう、気が気じゃないんじゃない？実刑食らったら好きな配信もできないし、ね、好きなものも食べれないし、みたいな。そこら辺が怖いんじゃない？あ、9月の、19日か。ごめん。あ、9月の17日か。ごめんごめん。今日もゼロワンと、モンジョリを、擁護発言したグミちゃんに対して暴言、奴隷発言で絶縁。あ、そうなんだ。それは見てなかった。ゼロワンと大原揉めている今、いつもやっちょくんなんかゼロワンにね、なんか因縁つけるからね、嫉妬してるんだと思う。ゼロワンとかがうまくいってるから、で、自分が全然うまくいってないから腹立つんだろうね。ちょいちょい突っかかんじゃない、そこで。グミちゃんもかわいそうだよね。けなげにさ、尽くしてあげてるけど。
上場承認とかね、なってるのにね、その上場承認に裁判官の前で立ってさ、全然反省してませんって裏切ったらおもろいなーと思ってるよ、俺は。グミちゃんがね、この人は、ね、やることはやりませんとかさ、そういうふうに 言ったらおもろいなと思ってる。みんなに嫌われているよ。だからやっちょくんは昔ほどの嫌われ方してないんだよね。あのね、昔はまだ愛されるやっちょくんだったんだよ。嫌われ方も。まあ、ひどいことして不愉快だなって感じる人もいたけど、まあ、やっちょなら仕方ないかで終わってたんだけど、今はもう違うもんね。もうやっちょなら仕方ないで終わらないもんね。わあ、もう無理だわっていう状態。もう本当に素に嫌われているというか。まだ可愛げがあってやっちょくんじゃないから、そういう風な感じになってるね。許される嫌われ方じゃなくなってる。許されない嫌われ方になってるね。まあでも顔がいいからね、やっぱ女の子寄ってくるけど、ね、お金振り込んだりとかするしね、20万円。ゼロ切れてた？いや、切れていいと思うよ。ぶん殴った方がいいんじゃない？ね、話を聞いてわからないバカはぶん殴った方がいいよ。年上だけど。おかしくなっちゃってる？そうなんだよ。俺はどうなの？いや、わかんない。俺は嫌われてると言われてるけど、ね。まだ許せる？どう？許せますか？許してくれる？嫌われ方でもまだ愛嬌あるか？まだ。ギリギリ。愛嬌ある？ない？無理？じゃあなんで見てんだよ、お前。なあ。おい！なんで見てんだよ、じゃあ俺。おい！ないんじゃねえぞ、おい。富士山の件で、香川にボロクソ言われてる？香川さんには言われたくないね。登ってないから。香川さんが登るとこまでね、やってるんだったらね、言われても仕方ないけど。登ってない人に言われたくないよ。そうだろ？登ろうとして努力2回した人間に対してボロクソなんて言うはずないだろう。ほら、余裕がない人は大変だね。毎日怒ってばかり、キレゲーです。本当は怒ってません。アイテム返せや、豚？なんだアイテム返さんのだよ、お前。返さないよ。そこに歩いてるとこに応援してくれてるアイテムだろ？で、お前はアイテム俺に投げたのかも怪しいし。黙れリタイア？じゃあ次いきます。妊婦さんですね。はい。妊婦さんがふわっちの稼ぎで2万5千円だったことが判明しました。自分の口から語ったそうです。ふわっち関心さんから。はい。で、家臣くんがおすすめ規制解除。はい。家臣くん復活します。配信はね、あんまやらないっていうふうに言っていたんですけれど、まあ、これを機にね、復活していくそうですね。じゃあ本タイトルいきますか。はい、本タイトル。とある配信者がリタイア。その人の名前はなんと。なんとパルパルです。パルパルが富士山をリタイアしました。はい。ごめんなさい、リタイアして。申し訳ない。リタイアした理由を語りますね。体調不良と心が折れたことです。それで、リタイアしてしまいました。申し訳ない。で、まあ、いろいろ裏切ってしまったんですけど、あ、この方も裏切ってしまいました。はい。今現在、石川のりきさんって方が富士山登ってるんですけど、
のりゆきさんからこんなね、DM をいただいたわけですよ。石川さんから。パルパル頑張れよ。先に盗聴かましてくれ。リタイア年頑張ろうぜと。ね、優しい DM いただいたんですよ。ね、こんな優しい DM いただいたのに僕はね、はい、もうそのリタイアした後ですね、頂上で待ってますって嘘つきました。すいません、本当に。はい、申し訳ない。頂上には言いません、俺は。今日石川さんの富士山登山見たんだよ。雨に打たれながらね、一生懸命歩いてたよ。ね、で、その後に晴れたんだよね。で、そこでね、盛り上げてたね。やっぱプロは違うなと思いました。石川さんの気持ちも踏みじりました。雪つくんも登ってたね。うん。だから、昨日リタイアしてしまったのは山田と俺ですね。で、養分は登りきりました。で、雪つくんはもう早いですね。5時間で、4時間ぐらい登りきってました。はい、すごいね、もう本当に。で、期待を裏切ってすいません、本当に。山田リタイアじゃないから、頂上まで登ったの？山田リタイアじゃないの、だからふざけてるからリタイアじゃないってこと？わけがわかんないね、言ってることが。すいません、本当に。はい。申し訳なかったです。ダッサ？まあ、登れなかったからね、ダサいです。本当、申し訳ない。謝るしかないですわ。まとめはしないね。途中から来たやつね、教えたくないし。はい。リアルタイムで見てくれた人だけ教えます。それだけなんでね。パルちゃん、なんだかんだ性格悪くなってるね。性格悪くなってないし、別に。文句言われてるから、ムカついて言い返してるだけだから。昔からこんな感じだしね。にわか困るぜ、マジで。勘弁してよ。そんなんだった？こんなんだよ、お前。ほんと最近勘違いしてるから？勘違いしてないよ、別に。昔はもっと暴言吐いてたしね。まだ優しい方だよ、こんなの。ね。大人になってるつもりだよ。余裕がないから怒るんだよ。確かに。余裕を作らなきゃね。可愛さが消えたよね。確かに。可愛くやるね、じゃあ。これからね。
オワコンだしな。お前には配信の芸がない？確かに。配信の芸じゃないわ、俺は。ねえ。リスナーも減ってるよ、別に。お疲れたね。大阪帰るの、いやー、ちょっとイベント中だから帰らないね。ちょっと関東でうろうろするよ。とりあえず外出るか。ね。外出てなんか考えよう。ご飯でも食べるか。適当に移動しよっか、ちょっとね。大丈夫？だから怒らないようにしてるんだよ。だから感情を無にしてる。怒鳴ってないでしょ、これだけ言われてて。今役者モード入ってるから、切り替え無にしてる。だ、何言われても今は聞かないね。そうだねって、あの、受け止めれる姿勢になってる。何でも書いてもいいよ。受け止め姿勢になってるから。ほんまに無事でよかったで、ああ、ありがとう、あれや。あれやな、擁護してくれるんだよ。うわあ、俺、腹屋に1万円返さないといけない。1万円もらっちゃったよ、これ。どうすんだ、これ。俺、腹屋に1万円返さないといけないで、1万円分もらっちゃったよ。どうしたらいいの、これ。わけがわかんなくなっちゃってるよ、これ。1万円もらって2万円返さないといけないの、これ。増えていくシステムなの？借りててか、もらうって、どないねんってならない、これ。1万6千円だ。1万6千円。だから6千円、まず余分にもらってるよ、これ。な、花屋はね、敵になったら怖いけど、味方だったら、強いからね。普通に。ある。あれってラジオ放送でさ、ラジオで一番映らん集めてる人間だからね。なかなかできないよ。だからやっぱ口がうまいし、普通に雑談もうまいからね。シンプルに。だからやっぱね、そこら辺がね、いいなと思う。魅力的だなって。トークスキルあるよ、めちゃくちゃ。なかったら、あの、やつらあんなの集めれないよ。で、またね、なんか喧嘩した時の説得力がある言葉だからね。やっぱ人気になるよね。そう、頭の回転早いからね。喧嘩突よくやってたから。喧嘩突者で、一番、だから、その、埋もれてる人たちいるじゃん。アイカーショーとか、ジェイクールとか、そこら辺より、まあ人気だよね、普通に。まあ正直その名前出して分かんない人多いと思うけど。
被るかな、愛か香川さんと。J クール相沢さん使って閲覧増やしてたけど、まあでもまたね、しぼんじゃったじゃん。まあとりあえず外出るか。無を感情にさせて出歩くね。横浜って何が有名だっけ？そこ行くわ。ついたわ。iPad 入れたよな。確認しようか後で。何があったっけ。筋肉痛なんだよね。だからキビキビ歩けないんだよ。痛いんだよ足が。入ってて無理、筋肉使わないから足が痛いんだよな。入ってて、痛い痛い。体型こんな感じだからさ、わかる。デブすぎるんだよ。iPad 入ってるわ。よいしょ。なんか足が痛いね。なんか砂入ってんのかこれ。裸足？うん、裸足だね。靴下は脱いだ。汚いから。俺32階に住んでた。タクシーとか捕まんのかな。横浜って何が美味しいんだっけ。どこ行けばいいの。中華屋だけど、どこの中華屋行けばいいの。
中華でも。やっぱホテルだと俺昼の12時までいられるんだよ。あ、いえ大丈夫です。横浜何も知らないね。横浜ってさ、中華のイメージしかないわ。うん、足が。先生、チェックアウトしたいんですけど。ありがとうございますね。こちらで承ります。はい。2000円か。取りすぎやろ。あ、間違った。戻るとしちゃった。どうしよう。あー、もうまた一回やり直しだこれ。あー、もうバグった。これ2000円また入れればいいのこれ。現金。オッケー。お風呂入ったよ。